どうも、ねずっちです。メジャーリーグではね、敬遠のフォアボールを申告制にしようかという、話になっているようですね。これは試合時間の短縮っていうのをね、目的としていてですね、申告をすれば、ボールを4球投げなくてもいいというふうになるみたいなんですけども、これはちょっと僕は反対ですけどね、たとえね、ボールであろうがね、ピッチャーが、人間が投げるわけですから、暴投することもあるだろうし、その昔ね、クロマティが、ね、中途半端に外した敬遠の球を、サヨナラヒット打ったこともありましたからね、そういったドラマがなくなってしまうな、と思いますね。このことはね、敬遠だけに、至急、改めてほしいね。ねずっちです。うん、シンプルでいいと思う。